明智光秀が娘にし民に裏切られサタンにこの身を捧げた真の公務明智探偵改めガラシ今再びこの魔界によみがえる何この半端ない容器以前にも増してすごいや魔界少女系アメの生命ここに入れよわらわから話がある肝が据わっておるな平と生命公民とよく似ておる邪教の者は姿は違えど中身は同じじゃなぶわらわからお主たちへ提案じゃ提案今宵は思考を変えて賭け事をせぬか賭け事だ互いの人型を戦わし負けた側はその陣営から一人の魂を消す人型ではない我らのうちの一人ということ面白いであろう人型は新たに召喚できるが配下の者には替えは効かぬ自然戦いに力が入るというものじゃ若は気をつけなさいこれはガラシャの罠でございますいかがじゃこちらはわらわの命をかけよう何だとわらわでは不足かい負けることはないという自信か斧が命をかける快感何度死んでも忘れられぬそう思わぬかわらわは命を懸けてもう一度その快感に身を委ね狂いたいのじゃお前の思い通りにさせる大牛馬お前あふん、小賢しい。この平の魂を。若！その役目、この神楽坂が引き受けましょう。神楽坂。あの者には随分ひどい目に遭わされましたから。我が手。一矢報いさせてくださいませ。どちらでもよい。こなたはわらわの命をかける。その追いさらばれた首でも構わぬぞえ。ガラシャ図に乗るでない。弱き者の遠吠えなど耳に入らぬわ。エロイムエッサイエロイムエッサイエロイムエッサイ。我が愛しきコウモリたちにこの魔界に降臨せよ。オイル・シュ・スティア。Thank you.
吉秀の母であり、木曽義仲の愛人でもあった平安最強の女武将巴御前、瀬戸を制した織田水軍の要であり、海の忍者と例えられた久喜義孝じゃ。なんとも豪華絢爛なことよ。神楽坂とやら、お主はどうする？窮地の中であったな。よしたか、相変わらずずる賢い顔をしておるな。ふん、私こそ知恵の回らぬうつけの顔じゃ。長くすばるい。同じ時代に瀬戸の海で生きた鶴姫を因縁が揃った。それに義姫、巴、猛牛、お前たちもまだ。念のか。承知いたしました。それではこれより試合を取り行う。この試合、仲間のうち誰か一人でも両肩を三つつくか参ったといえば勝負あり。よい。始め。Thank you.
かったな、タイラ。エロイムエッサン。エロイムエッサン。神楽坂。覚悟はできていようの。やむをえまい。敵ながら。